こんにちは、鈴木健三と申します。私ポケモンコレクターを名乗っておりまして、色違いの珍しいポケモンをよく集めております。皆さん最初の3匹いわゆる御三家の色違いってゲットしてる人もいると思いますが、その多くはモンスターボール入りだと思います。御三家色違いは捕まえるとなると大抵最初にもらう段階でのリセマラか、あるいは育て屋での付加厳選になると思いますので、ポケモンの入ってるボールを選ぶことができないと。しかしこのゲーム過去作遡ると時々野生で御三家が出現するということがあるんですね。ということで今回は御三家色違いをマスターボールでゲットするシリーズ第2弾譲渡地方編やっていきたいと思います。なぜマスターボールなのかと言いますと、通常ポケモンを孵化した場合、親の入っているボールが子にも遺伝するボール遺伝という現象が起こるんですが、マスターボールとプレシャスボールだけは絶対にボール遺伝しないんですね。なのでマスボ入り色違いは野生で捕まえた証になるわけでございます。前回関東御三家をマスボに入れる動画やりましたけれども、あれは XY のフレンドサファリでございました。今回は譲渡御三家、譲渡の3匹は野生で出現する機会がかなり少ないんですね。ポケモンコロシアムかサンムーンかダイパリメイク、せっかくなら私も馴染みの深いポケモン3世代コロシアムで捕まえたい。私普段からゲームキューブ16台使ってポケモン遊んでおります。今回も16倍効率で色違いマスボ譲渡御三家、やっていきたいと思います。ということでまずはポケモンコロシアムを16本ストーリークリアしていきましょう。お願いしましたので、やっとスタートしていくんですが、ポケモンコロシアムの色違い厳選というか、ポケモンコロシアムというゲーム自体がこれかなり特殊でございまして、このゲーム野生のポケモンが出現しません。悪の組織に洗脳されたポケモンを戦闘中に奪い取ることで仲間を増やしていくゲームなんですが、相手がポケモンを繰り出してきた時点では色違いがどうか判別できません。奪い取ってみて初めて色違いなのか通常色なのかが分かるという、とてもややこしい仕組みとなっております。その上このゲーム好きな場所好きなタイミングでセーブすることができません。リセマラする場合は各マップに点在しているセーブポイントからやり直しになるので、一周するだけでかなり時間がかかるということで、非常に面倒くさいということだけをどうか皆様、覚えておいていただきたい。私はこれから本当に面倒な作業をします。よろしくお願いします。あのね、もう60時間ぐらいやったんですけど色違い出ません。これあのさ、ポケモンコロシアムの色違い厳選ってさ、やってる人がさ少ないから、ネットで情報とか調べようにもなかなかね出てこれ、僕合ってんすかね、これ色違い出るんすかね、ちょっとやり方がね合ってんのかとかすごい不安になってくるんだよね。一匹も出るんだけど、誰か一匹でいいんだけど、なんで出てくれないの誰も。来ました。あやったぜ。ああ俺は間違ってなかったんだ、俺は。よかった。ということで色違いベイリーフ、マスボ入りでゲットいたしました。引き続き、今度マグマラッシュとアリゲイツもやっていきたいと。ということで皆さん気持ち切り替えて、次マグマラシアリゲイツ色違い厳選やっていくんですけれども、今回からちょっとですね、まあ気休め程度にはなりますが、数を数えてみようかなと思います。このゲーム色違い出現する確率っていうのが8192分の1でございますので、私16画面使っておりますから、で512回リセットすれば、8192回リセットしたということになる。すごい効率いいね、ああいうことになるわけでございますけど、まあね、気休め程度ではございますけれども、数数えてみたいかなと思います。こうでもしないとね、俺いつも動画にするときに見どころがなさすぎる、あまりにも区切りをね作った方が動画にしやすいのでやっていきたい。でベイリーフがだいたいこの作業時間から推察するに多分1万回ぐらいリセットしていると思うんですよ。なんでまあ分母超えはしないだろうと。はい、512回目、すなわち8192回目でございます。さあどうでしょうか、色違い出ません。さあ、1万回目でございます、どうでしょう。はい、あぶねあぶね、色違い出てました、あぶね。リセットするところだったけど今。あ
あぶねえ、なんかトイレ行ってた、普通になんか30分くらい放置してた。あぶねえ、色違い出てました。マグマらしい、これ分かりやすい。いや嬉しい。あーやったぜ。何回目だこれ。あ、まあ相当やりました。あぶねえ。よしよし、この調子でラスト1匹いきましょう。頑張ろう。出たわ。いやこれはすぐ気づいた。わかった、すぐわかった。うわー、245なんで、まあ分母いってない、何回だ、まあ16倍、わかんねえ、計算できねえけど3000から4000の間ぐらいじゃないですか。出ました。うわー、終わんないと思ってたわ。よかったいやもうコロシアムはね本当にしんどいから、あーやった、早くセーブしたい。ということでマスボ入り上等御三家揃えました。早くセーブしよう。さあどう、うわー貴重映像ですよこれも。うおーうおーいやー嬉しい。ベイリーフもこれさ、ちょっとさ色違い、なんか色味違うよね今と。多分こんな色じゃないよな、ベイリーフの色違いって。まあ、ベイリーフの色違いにあんまり、てかメスじゃん、めっちゃレアじゃん、メスだったわ。そうそう、このリボンがね貴重なんですよね、これ嬉しい。マジでマスボベイリーフゲットしました。いやー、さあマグマラシ、うおー、わかりやすい、わかりやすくていいな。お前も多分なんかみんな違うと思うんだよな、ちょっと色違いのこの色味というかから配色がちょっと多分違うんじゃねえかな。コロシアムはね結構特殊なんだよね。いや嬉しい嬉しい、ちょっと見たい。おー、マスボーマスボーマスボーいやー嬉しい。わあ、お前も違うよ色。お前トサカ青だろ色違い。こんな色じゃないよね絶対。コロシアム特有の色味になってますね。あ、嬉しい嬉しい。ちょっと待って、早く見たい。なんかよだれが。うわあ、マスボー、こいつは貴重なんだよな、こいつが。はあ、もうマスボよ、やっぱマスボが一番かっこいいんだから。俺マスボが一番おしゃれだと思ってるから。嬉しい、これで不可厳選でゲットできないですからねマスボさんは。嬉しいです。これちょっと3世代輸送してみようぜ。さあということで連れてきました。おお、いいね。おおいやいいね、どっといいね。あー、やっぱ変わってるよね色ね、トサカが青くなってますね。あー、これ3世代間でもコロシアムとルビーサワイアエメラルド、まあファイアルとリーフグリーンとでそごがあるっていうまあ時代ですねこれもね、面白い。いや嬉しいな。俺もさ相当、俺のさこのボックス相当レア度上がってきたんじゃないか。だっていやポケモンコロシアもやばいよ、単純にこれやばいと思うよ。いや私もなかなかコレクターとしてちょっと前進してるんじゃないですかということなんでね、皆さんもぜひポケモンコロシアも遊んでみてはいかがでしょうか。ただやるなら1画面はちょっとあれかな、16画面おすすめ。鈴木健造の暴行が今、これがねあの YouTube の再生リストの合計時間が計算できるっていうあのサイトなんですけれども、私のこの上等御三家このアーカイブ何時間やったのかなとちょっと入れてみましょうか。ここに貼り付け、これで計算。さあ57本動画が入ってると、何時間 ?245 時間28分。
もうさ、だからさ、最近ちょっと頑張りすぎじゃないか。俺、最近頑張りすぎじゃないか。マジで。250時間ぐらいやってますわ。鈴木健